ビルダースビルは、スイスのベルン州にある、基礎自治体。インターラー県の南4キロメートル、ザクセテンバッハ川が、リュートシーネ川に合流するベーデリー地方の南端に位置する。付近には、アイガー、メンヒ、ユングフラウの早々たる名山が連なる。ゲマインでの最高地点は2413メートル。この辺りには600年頃に、アラマンニ人が流入し、 地名もこの頃付けられたとされる。1895年にホテル建設のため地盤を掘削したところ、18体の人骨と副装品が収められた15基の墓が見つかった。村が文献に所出するのは1224年のことで、ローテンフルービルダースビル男爵からバエリスビル男爵、バイゼンバーク男爵、シャルナハタール男爵へと領主が転々とした。 1500年頃にベロン市の影響下に置かれた。街並みウングフラウ観光の中心地として、町内には900床のベッドを備えた16軒のホテル内市モーテルがある。他にも別荘が300軒と、夏季限定のキャンプ場が1箇所ある。A8 高速道路やインターラー県から鉄道でのアクセスが便利。ビルダースビル駅は、 シーニゲプラって鉄道とベルナー・オーバーラント鉄道が乗り入れるターミナル駅である。総面積13.5平方キロのうち21.7%が農業用地、55.9%が森林、7.9%が開拓地、14.5%が非生産地で占められる。2010年末現在の総人口は2501人である。2007年には 人口の8.3%が外国籍の人々で占められていた。ここ10年間の人口増加率は18.5%である。住民の94.5%がドイツ語を1.0%がクロアチア語を0.9%がイタリア語をそれぞれ母語とする。直近の2007年の選挙で最も票を集めたのは国民党で 投票総数の35.4%が流れた。以下、自由民主党、社会民主党、緑の党の順に続いた。2000年の人口構成は19歳以下が25%、20歳から64歳が59.6%、65歳以上が15.5%であった。25歳から64歳までの住民の78.7%が、高等教育を終了している。 失業率は2.69%である。2005年の時点で43人が第1次産業の21事業所に、375人が第2次産業の24事業所に、484人が第3次産業の75事業所に勤めている。ありがとうございます。